はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はバーサーカーリュックの最適装備ご紹介していきたいと思います。表と裏でやるべきことが違いますので、それぞれご紹介していきたいと思います。まずは表のやるべきことはぶちかますの高アビリティとなっておりますので、気をつけるべき点はとにかく攻撃力を意識して装備を組みたいと思います。それがこちら、攻撃力は7100、そしてアビリティ倍率ブグ倍率はマックスとなっております。装備に関しては自身のスパトラ採用することによってチェインマスターエレメントチェインのダメージアップが 200%、 これはですね、上限の解放ではなく右上に出る 300% へ早く到達させるためのアビリティとなっております。上限は 300% となってます。でアビリティの方にですね、アバランチティファのトラマスをつけることによってエレメントチェインが 100% プラスされるので、自身のスパトラーと合わせて上限の 300% に到達するようになっておりますので、今回おすすめとなってます。そして相方の格闘はダーク武器、攻撃力が高いものを採用しております。続いて頭持ってる方はこちらが最適解かなと、ブラッディマスクの聖剣伝説3、攻撃が60ありまして二頭武具装備時に 50% のブグパッシブがつきますので、頭の装備をつけるだけで、ブグ倍率はマックスとなります。続いて洋服、服はもちろん自身のトラマスを採用してアビリティの威力加算の5000をしていただければと思います。続いてアクセ、1個は攻撃力が高いものをつけていただいて、でもしね頭ないよって方は、まあこれも難しいかもしれませんが、セナイダのスパトラでブグパッシブ 100% を上乗せできます。あとはイベントで獲得できたパラデイヤのソウル、こちらを採用することによって二等装備時ブグパッシブが 50% 追加されるようになっております。で、もう一個アーロンの酒瓶は、まあ、必須に近いかなと、専用装備で固定値が500上がります。こちらはですね FF10 のキャラクターということで、今回のユーナ、リュック、パイン、それぞれが対応となっておりますので、攻撃固定値を上げる上で必須かなと思いました。そしてアビリティは幼き日の約束、残り3枠に関しては好きなキラーを積んでいただければいいのかなと思います。ビジョンカードに関しては最強の選手の誕生がおすすめです。でなんで、じゃあアーロンの固有 VC ではってなると FF10 のユニットではありますが、10-2 はまた別枠ということで反応しないんですよね。なのでおすすめは物理アタッカー、まあ、物攻ユニット専用の攻撃力が上がる、ナイツの固有 VC となっております。続いて裏はですねメインが LB になりますので、 LB に特化した装備構成を組んでいただければと思います。装備はこんな感じ、アビリティ、ブグ倍率、 LB はマックスとなってます。おすすめの武器としては、アルクティルス、バルフレアのスパトラとなってます。装備することで獣キラーの 100% とブグパッシブの 100% つきますので、武器を採用するだけでブグ倍率カンスト値に到達させることができます。その他のおすすめで言うとフリオニールの弓、こちらもですねトリキラーが 50%、 そしてまた 50%、 100% と LB50、 そしてブグパッシブの 100% がつくのでおすすめかなと思います。で弓と銃なんですが、この子はですね自分で弓と投擲銃のデバフ 25% ができるので、やっぱりねおすすめとしてはフリオの弓もしくは、アルクテルスがおすすめかなと思います。まあバルフレアと組ませる場合はこちらは必然的にフリオの弓になるのかなと思いました。続いて頭の装備、攻撃力の高いものをつけていますが、適宜キラーに合わせてスキャニングゴーグルもしくはアシュラの仮面に変えていただければいいんじゃないかなと思っております。続いて胴体見ていきましょう。胴体に関しては基本的には自身のトラマスがおすすめで、トラービにね固定値500がついていますので、ティーダの服をつけるよりも攻撃力は上となってます。現在の攻撃力は8722となっております。ここをティーダの服に変更すると8500まで150近く下がりますので、おすすめは自身のトラマス。 LB の威力を上げたい場合は表からスタートして表の装備をティーダの服にすることによって LBの威力加算の1万得られるようになっておりますので、こうするのがおすすめかなと。でその他アクセは先ほどと変わらずになっております。続いてアビリティ、不滅が1個必要となってきますので不滅、残り3枠は好きなキラーを積んでいただくといったような形になるかなと思います。そしたら皆さんのおすすめのバーサーカーリュックの装備教えていただければと思います。私はこんな装備にしてます、こんな装備おすすめですよというのありましたら、たくさん教えていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。